はい、ということで、ステージ2クリアしましたので、ステージ3の方やっていきたいと思います。ではゲーム再開。いやー、次のステージはどこでしょう。学生会館、大魔会長と私、あー、ウルトさんですか。ウルトさんっていうか、この建物はシンメトリーですわね。けど、とにかく魔法石を取っていけば。シンメトリーと何か結界が開くはずですわ。関係があるんでしょうか。まあシンメトリーですね。ステージを、まあ分からんけど、はいはいはい、あ、うん、なんかマーラーさんがいますよ。ちょっとマーラーさん気になるんで行ってみましょうか。マーラー、魔法石はもらうぞ。うん、来たな、愚かな人間め。俺様が丹精込めて配置した魔法石、取れるものなら取ってみろ。なるほど、やったろうじゃんか。負けんぞ。へえ、お、頑骨子ではないとは思っていたのでよかったな。お前は本当にマーラーなのか。何が。俺様の邪魔をしておいた上に偽物呼ばわりする気か。そうじゃなくてさ、時々オーバーフローの発作が出るが、俺様は俺様に変わりはない。これマーラーも攻略できるんかなっていう気が若干してきましたけど、まあいいでしょう。上に行ったらベルダンディさんが、はっ、えっ、あ、これもしかして見に行かないとベルダンディいないパターン。参りましたね。しゃあないんで、まあ、今回はマーラーさんをかけましょうかね。まさか右にいたとはな。マーラー、魔法石はもらうぞ。私の温泉ホットバス、それでいい、ホットスプリング。負けんぞ。聞いたことがないな。は、地域振興券、地域振興券、地域振興券、懐かしいな。こうもやすやすと魔法石を奪われるとは。一応言っときますけど、私もらえなかったんですよね、地域振興券。懐かしいな。お、これはもしかしたらベルダンディいる可能性が少し上がっていたけど、そんなことはなかった。まあいいでしょう。そういう時もあらあら。あら、魔法石はもらうぞ。マーラーさんを攻略していく。一富士二鷹三なすび。漢字を間違えたら、漢字間違いっていうか、なすびまで当てていて。こんな学生会館なんかで何をするつもりだ。選び間違いしとったらちょっと。こういう格式のある建物には封じた魔力を増幅させるはずだ。それなのに貴様たちは。格式高かったんや。そうなのか。この大学、なおさらキャンパスの結界をほったらかしにはできない。どんぐらいの、なんていうか、長さがある大学、長さって言いますとあれですけど、格式、おー、次に来たベルダンディ、結構歴史ある建物なんですかね。ケイチさん、また来てくれたんですね。さっきと服装違いません？気のせい。頑張って。クーデター515、あーっと犬飼さんじゃなかった。正解です。あー、よかった。こういう問題はまだわかる。魔術プロテクトに変化が現れたようです、うん、なるほど。クラッシュのセーフティーはちゃんと外れてるってわけだ、うん、急ぎましょう、ゲイツさん。なるほど、よくわからんが何のせい急げということですね。あ、こんな結界をマーラ一人で作れるのかしら。誰かと一緒とか。彼女は大魔会長の指揮下にあるわ、うん、そんなバカな。そんなバカな。これだけの結界が作れるのはトップレベルの魔族だけですわ。でとにかく首謀者を探してみようよ。そうですね。いや、
なんか面白がってやってるだけのような気がしてならんな。エントランス、OK。L と、L か R で、下に行けたりはしたんだれど、いやー、ベルダンディがいない。仕方がないので、マーラを追っかけると。魔法石はもらうぞ。負けんぞ。ベルベットゴールドマインの音楽監修知らないっすよ。お、あったった。感が冴えてますね。なんとか、おい、この結界が張られた目的って一体何なんだ？魔族のシェア拡大のためだ。そうね。これで満足か。もうちょっとさ、魔族側ちょっとマジ出したらさ、いけると思うんやけどな。毎回なんか女神にやられてるイメージが。あっと、いないっすね、ベルダンディさん。右じゃないとダメだったんかな。マーラ、まあいいですけど。魔法石はもらうぞ。そういう時もあらあら。負けんぞ。パワフルなボーカルがボーカルの小柳ゆみ。へえ、愛情じゃなかったっけ。ああ、そんな時代か。このゲーム出た頃。勝手に魔法石を回収するな。アーケード版で鍛えたこの知識使わなかったらもったいないからね。アーケード版で鍛えたこの知識なんてやつだ。アーケードやったことないっすよ私は。そんな、そんなこと言っちゃってくれる？いないなぁ、いないなぁ。しゃあないね。マーラを目の敵にするかのごとく。マーラ、魔法石はもらうぞ。さっきは全部ベルダンディ行きましたからね。プレミア。本拠地持たない。え？それで。ああ、知らないっすよ。まあ、ぶっちゃけそのチームだけ知らん。漫画アニメ。負けんぞ。エスカフローネ。エスカフローネ。見たことないんすよ。仮面ライダーだったら雲男やけど。どうした、それでいい。蔵男。はい、三択。負けんぞ。ああ、ミガム様。スクルド。お風呂に入ってたのは、ケイチじゃないの？なんか、お風呂から出てきて、キャーって言いながら驚いたシーンだったような気がする。結構初期の頃ですよね。それは覚えているんですけれども。あれ？ L か R？ OK。L と R で、下、音楽書、いるね、ベルダンディさん。いきますよ。ケイチさん、また来てくれたんですね。また会いたいぐらいには会えないんですけどね。マンボウ。サオコなんか産むの？あ、マンボウか。違います。サオコ、攻めり合いがあったな。頑張って。ツバメ、あー違います。翌日の天気。ケイチ、マジっすか。頑張って。いつだと思ったんやけど。誰や、ココア。ココム。頑張って。月月火水木金金。月月火水木金金。正解です。これはもう曲名でわかりますからね。お疲れ様です。軍歌歌いますよ。さあ、次へ急ぎましょう。まあ、ドリフも歌ってるくらいですからね。月月火水木金金。月月火水木金金か。そういうのはわかる。逆に言うと。ん？OK。このカーソルを動かしながらの L と R だよな。なるほどね。単にカーソルを止めた状態ではダメだということですね。魔法、負けんぞ。へえ。
誰やろ。それでいい。家康さんだったか。負けんぞ。はあ、フリーターじゃないですかね。フリーザー。フリーザーさん社長ですからね、多分。この部屋の魔法石も回収だ。回収だ。喜ぶにはまだ早いぞ。そうなの？なんだって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 だね。一瞬ベルダンディがいたような気がするのは気のせいではなかった。どうもなんかキャラごとにジャンルがあるみたいで、そのキャラと仲良くなるとジャンル別の時に。エアロスミスじゃなかった。あ、よかった。なんでベルダンディと仲良くなるとベルダンディが持っている得意ジャンルを選びやすくなる。そうだね。ようなんですが、なんだって女神が5人もいるわけだし、うまくいかないわけないよ。まあベルダンディの得意ジャンルが何か分かんないですけどね。女神同士でなんかクイズのやり取りはないんですかね。ケイチ君がっぱ、まあ、頑張ってますけどね。いや、女神も女神で頑張っているのかもしれないし、見えてないだけで。いや、いないっすね、いないっすね。エントランス行きましょうか。マーラ、魔法石はもらうぞ。この2倍の時にエクセルサーが、エクセルサーが非常食用に買われている。パンチはもはやタッチでしょう。いい感じじゃないか。メンチかな。なんかうまそうだから。ほんと見たことないアニメばっかやな。よくも魔法石を奪ってくれたな。セガなんだからなんか。まだまだ。これで終わったわけじゃない。秋葉原電脳組とかやってくれないかな。いつまでもうまくいくと思うなよ。そういう秋葉原電脳組ならわかる。いやー、アニメ問題が難しいのばっかですね。見たことないアニメばっかだと辛いっす。あ、女神様もね、もうほんと忘れてますよね。また来てくれたんですね。なんとかスコア2倍を。犬も歩けば棒に当たると。正解です。まあ、OK。ここでの行動時間もいっぱいになったね。もう上のサロンに行かなくちゃ。うん、なるほど。でも、まあ最終問題だったから。とても強力な魔力を感じます。気をつけて。気をつけて。気をつけて。ベルダンディ。ボス戦ですからね。ボス戦もな。あ、デコイマスカーセット完了。新たなる神々の黄昏か。来ましたね、お母さん。ああ、パワー測定不能。そうでしょうね。大魔会長、大魔会長、ヒルド、すべてあなたの指示です。あら、詮索好きは嫌われるわよ。ヒルドさんね。ヒルドとウルド、ガチで戦ったらどっちが強いんかな。ヒルドかな、やっぱり。邪魔よ。アーノルド・シュワルツェネッガー、ターミネーターじゃない？やだわ。まだわかる。邪魔よ。6の数字、へえ。あー、なんやろうな。その調子よ。セックスと。ま、当然漫画ですね。社会科でもいいかもしれんな。あー、恐怖の大王。へえ。なんでしたっけ？あ、狼でよかった。ちょっと噛んだったけど。え、ラリーキャノンボール。フェアレディじゃない。あ、よかった。逮捕しちゃうぞ。ちょっとね、漫画は見たことあるんですよね。え、ユースホステルの管理者のこと。どうしたの？その調子よ。タイムスロー、はい。邪魔よ。問題、アナンは、あ、アナンは国連ですね。やだわ。アナンさんお亡くなりになられましたからね。時代をちょっと感じますね。何しに来た。アナンさんいい人っていうか、人間界の完全連続計画の始まりじゃない。マジで？そんなバカな話はありませんわ。全くや。冗談で結界なんか張らないわ。
さてウルドちゃん、大魔会長である私の娘として、いやよ、魔界になんか行くもんですか。まあいいわ、また迎えに来るわ。ちんはん気がしますわ。あなたもそう思う？そうね、見つめられただけで身も凍る感じがしませんでしたわ。ヒルドが人間界を支配しようとするなんて。偽物ですか。チーン。よし、ではステージ3もクリアしたと言いますので、今実況らしい実況は全くしてませんが、ここら辺で今回の実況終わりたいと思います。ではステージ4でお会いしましょう。では失礼します。